ということで今回はですねアトルトレーシングの動画でございますが、ちょっとですね、また新しい、キャンペーンが来ておりまして、ツイッターのアカウントがですね、1万人いきましたよということが書いてあります。そして、10月6日から10月10日までの間でですね100コインとチケットパー毎日ですね、ちょっとですね今いきます。はい、今ですねちょうど、500コインあるんですよ。で今日のログインボーナスで最終日の分やったんで、チケットがですねインポートチケットが3枚手に入っております。でこの左上の歯車のとこに今2って書いてあるんですけど、これですね、プレゼントボックスが届いてまして、これですね、1万フォロワー記念ということでデイ1、あこれも来てますね。このチケットももらえますよということですね。まあちょっとあんま意味なかったですね。はい。ただでもこれまだまだ続くということなので、今日7日ですね。はい。今日が7日なので、あと8、9、10と、あと300コインもらえるので、もう一回ですねこの7インポート7星7確定を引くことになるんですけど、ちょっとこのタイミングで取ってしまったので、今回はですね、チケット5枚分と、そしてこのメダルでインポート7回、合計12回ですね。はい、12回です。で、出現率2倍ということで、こちら左側のですねプレミアムにすると、出現率2倍じゃないので、こちらのですねツイッター1万こちらで引きましょう。さあ行きます。引かせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。行きます。さあ始まりました。おっと、いきなり車でございます。これはありがたい。さあ何でしょうか。いい車当たってほしい。何これ。あ、インプですね。赤いインプです。赤いインプが当たりました。何これ、なんだ。おお、なるほど、こんなんがあるんですね。鷹の目インプ。はい、リムパレット。お、また2台目の車でございます。ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。これはなんだ。あー、やられたー。これ2台目ですね。これ EG6 タイムアタック仕様ですね。やられております。2台目やメタリックブルー。ホイールですね。お、3台目。おお、ロータス。これはもしかして、まさかもしかして。これ、やばいね、来たね。これめっちゃ速いらしいですからね。よっと、ういー。やりましたね。これめっちゃ速いらしいですからね。もう7回終わりましたね。よっと、やったでございます。じゃあ、インポートチケットがですね、あと5枚残ってますので、5回引きたいと思います。いきます。ピッ。あ、ボディーペイントということですね。では続きまして、2回目、行かせていただきます。ういっ。これはですね、特殊カラーですね、特殊カラー。さあ、では3回目、行きます。3000クレジットということで、では4回目、引かせていただきます。来ないね。やっぱこの、バラ売りは来ないですね、バラ売りは。では最後、いきます。えいっ。クレジットばっかりやな。はい、ちょっとですね、終わったんですけど、また、残り3日分ですね、メダルが獲得できるので、引いておきたいと思います。これですね、GR スープラとか、ね、すごい当たってほしかったですけどね。もうこれまたガレージがですね、かなり圧迫されてますからね、ちょっとやばいんですけど、僕は意外と全然これ動画してなかったりするんですけど、意外とですね、車ちょっと いろいろ買ってまして、結構ですね、あるんですよ。で、今回、これはちょっともうメダルに変えようかなっていう感じですよね。30か。安いんですよね、これ。もうちょっと高かったらいいのになと思うんですけどね。安いな。いつもこれほんま安いな。ちょっとこのインプレッサー見てみましょうか。これね、こんなんあるとはね、思わなかったですね。これもでも安い方なんかな。ちょっと、売り値を見たらわかりますか。あ、
この30コインは、これはですね、安い方なんですよ。これは？あ、これ70ですね。はい。これはいい方です。こちら見てもらったらわかるんですけど、ティア5ですね。ティア4が出現率 8% で売却価格が30コイン。で、ティア5が出現率 1.5%、売却価格が70コインということで、まあ、今回はですね、もうこれ僕、何気にティア5初めてですからね。初めてのティア5当たりました。さあ、こちらですね、カスタマイズをちょっと今見まして、これボディカラー変えたら、あ、なるほどね。これ赤じゃないと、このなんかボンネットのところの、このなんか黒いあの線とかはなくなっちゃうっていうわけですね。はあはあ、まあでもやっぱりまあ、インプレッサー、かっこいいのは、まあ、青色ですかね。やっぱ青色なんかな。スタンスの方はですね、ホイールサイズはですね、20インチまでありますね。まあでもこれはバランス的に、まあ18インチで、まあいいんかなと思いますけど。おお、結構下がりますね。はあ、結構下がりましたよ。こんな感じですね。まあちょっと僕、ノーマルの方の、高の目インプ持ってないんで、ちょっとまあ違いをですね、こう見比べるにしても あんまりできないんですけど、ディーラーの方行ったらいますけどね。はい、グラベルタイヤもありますので、オフロード行けますね。オフロード走りに行きましょうか。さあ、やってまいりました。5 4 3 2、おい、マジ、ミスってる。うわ、速い。めっちゃ速いな。ちょっと、これは速いよ。うわ、飛んだ、飛んだ。飛びましたね、今。速い。めっちゃ速い。やば。うわ、速い。すげえな。どっちどっちどっち。すごいっす。あ、待って待って待って、やばいやばいやばい。あ、あの木当たり判定あんの。マジか。あー、曲がらない曲がらない。うぃー、待って待って待って、早く早く。結構これ木当たりますね。こんな木当たったかな。うわ、音すごっ。音めっちゃかっこいいですね。ジャンプ。いけ。おお、飛んだ飛んだ。おお、これはまたきついね。ジャンプ。ジャンプ。うわ、これはえぐい。これえぐいぞ。うえー、飛びすぎ飛びすぎ飛びすぎ、割れた飛びすぎ、割れた。今の飛びすぎ、割れた。あいや、普通に一速まで落としとっても結構スピード出てますからね。まずジャンプ、これ。おい、ちょい、やばい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 。あ、これフィニッシュフィニッシュフィニッシュ。イエーイ。どうなのこれ、2分11秒。でも絶対ダメですよね。途中なんかミスってたしな。あ、でもめっちゃ楽しいですね。ちょっとリプレイ見てみますか。やっぱエアロついてるから結構かっこいいですよね。さあ、始まりました。おいおいおい、うおお、いきなり飛んでますよ。やば、すごい迫力です。すごい迫力でございます。やっぱアソルトのですね、このちょっと魅力は、ラリーコースが収録されてるところですよね。
これちょっとやっぱ結構いいなと思うんですよね。ここほんま曲がれんかったですかね。ここほんまに曲がれんかったですね。いやでもこの音がいいですね。音が、うん、音がかなりいいですね。いやでもやっぱ難しいですねラリーコースも。ちょっとまあコースも全然覚えてないっていうのもあるんで、ちょっとですね先が、まあもうちょっとあの視点も上からの視点とかにやるともっとこう前が見えるんで、あのもうちょっと攻めれるかなとも思うんですけど、うわーやばい、めっちゃ飛んでました。今めっちゃ飛んでましたね。すごいですね。ここら辺かな、ここら辺やったかな、めっちゃ飛ぶ。あ、これや、これ角度悪いんですよねこれ。ここめっちゃ飛ぶのに角度悪いんですよねカメラの。あれちょっとどうにかしてほしいんですけど、着地シーンも見られへんし。おお、ゴール、あゴール、あゴール、ゴール、ゴール、ゴールしました。はい、これちょっと2分11秒やったんですけど、あー2分6秒で金ですね。あと5秒縮めないとダメということで結構大変ですね。ではですね、これロータスエグゾスということで、まあ、今回のですね結構目玉商品やと思うんですけど、まずカスタマイズですね。あ、もう性能はもうないという感じですね。これ車高調整はキャンバーの調整だけありますね。なるほどね、ちょっとキャンバー調整があって面白いですね。ホイールはですね、まあ変えれるんですけど、まあインチ変えれないですかね。あ、でもこういうのありやな、これありじゃないですか。でまあペイントはやっぱ多分色を変えると、うわこれちょっと嫌やな、うわ気持ち悪いですこれ。これちょっと気持ち悪いな。あーそうか、はい。ではですね、ちょっとどこ走ろうかなという感じなんですけど、もうこれはですね、せっかくなので、カスタムレースやってみましょうか。こうなんのか。全部同じなんや、これ。なるほどね。OK。じゃあこれで、コースはですね、山形サーキットにしてみよう。で、3ラップ。じゃあこれで行ってみたいと思います。もうこれ、やったら逆にあれかな、色を変えた方が良かったんかな。まあ、いっか。さあ始まってまいりました。うおい、うお、うお、すごい、うお、グリップがえげつないね。全く滑りません。全く滑らないは滑らないんですけど、やっぱある程度ですね、スピードは制御しておかないと、まあ曲がりきれないよということはまあありそうですね。あ、こんな感じでね。おお、やばいやばいやばい。やばい、こんなことなんや。うわうわ、怖い。もうバーバーバー言ってますね。まああのコースアウトしてしまうと、あのちょっと痛手を食らいますね。痛手を、まあ、無茶はせずに行きましょう。これ視点切り替えたらどうなるの。
すごい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 、ちゃんとハンドルを操作してますよ。手がある、手が、ほら、あ、これいいですね。手がある、こうしてほしいな。他の車も手消えますからね、他の車は。内装視点がある車でも手消えるんですよ、内装視点というか内装が、ある車ですね。内装がちゃんと再現されてる車でも、だからハンドルがですね、うん、勝手に動くみたいな。いいじゃないですか。うい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 。ファーストファーストファースト。はい、まあこのカスタムレースはですね、まあ余裕で1位取れると思います。うん、はい、まだ、あ、3分、あ、20秒ぐらいですね、差がついてますね。うん、15秒か。おい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 。おお、結構もらえますね、やっぱこれでも。6300もらえるのか。3周で6000、すごいですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんもですね、ぜひこのログインボーナスを受け取って、ガチャをですね引いてみてほしいなと思います。ということでよろしくお願いいたします。